おはようございます。成石拓磨です。今日は大阪湾の関電鳩に釣りに来ました。よろしくお願いします。今潮が右から左に流れてるんですけど、この時潮上に向かってエギを投げてもらった方がラインが潮に対してラインがこう浮かないので当たりが取りやすいと思います。もし潮下に投げる場合は重りを重たくした方がラインテンションを保てるので当たりは取りやすいと思います。エギを泳いでる。サイズ200ぐらいですけど早速釣れました。タコをしまうときはこれネットに入れてもらって、まあ、海水につけてそのまま生かしてもいいんですけど、僕は歩いて釣りをするんで一度ネットに入れていただいてそのままクーラーに放り込んでしまいます。でこのとき口をちょっと出しておくのが僕のミソというか、こういう風にしとけばタコが出てこないので、お、ええの釣ったやん。そんな大きくないけど。僕の方がでかいです。はい。体がでかいからタコにちっちゃく見えるわ。あ、タコ吉さんじゃないですか。こんにちは。いいの釣ってますね。やっぱりタコ釣りは楽しいですね。ほんまに。関さんそのままで。すごい、ダブルヒットす。僕の方がちっちゃいですけど。いえいえ、そう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 。タコの顔。タコの顔。僕いきますよ。関電の鳩は5メーター先にゴロ大使が点在しているので、斜めに投げていただいて釣りをしてもらう方がいいと思います。堤防に対して垂直に投げてしまうと、もし根掛かりした時に外しにくいのもあるし、基礎に対して斜めに引いていく方がその基礎ギリギリを長く引けるっていうメリットもあるので、僕は横に投げて釣りをするようにしてます。お、あれでかいんちゃう。よいしょー。あ、これ見てください。カニ食ってますよ。朝エギにラトルをつけてるのを忘れてたんですけど、後売りのラトルをつけることによって効果が出たんやと思います。こんなん釣れましたけど、それはちっちゃすぎるやろ。逃がしますか。はい、逃がしたらブーサイズになって帰ってくるよ。そうですね。今何キロ。今多分120キロぐらい。120キロのタコになって帰ってきてもらおう。またね。バイバイ。前回の動画で説明したウルメのイワシをつける理由なんですけど、タコがこのエギに乗った時に離さないっていう目的でこのイワシをつけてます。まあ、匂いで寄せるっていう効果もあるんですけども、僕の考えとしてこのエギにタコが乗った時にこのエギを離さないようにしてもらうためにこのイワシをつけてます。はい、
ブーはああやって釣りしてる時間より仕掛け組んでる時間の方が長いから根掛かりをあまりしないようにしてもらった方がいいです。まあ、根掛かりの回避の仕方は竿を立てて釣りをしていただいた方が根掛かりはしにくいのでいいと思います。もし下に下げて錆びてしまうと挟まった時にすぐに外しにかかれないので必ず竿は立ててアクションをつけるようにしてもらった方がいいと思います。ええ方ですか、タコキさん。ぐらいはあると思うんですけど、ええ方ですね。おお、もっとでかいね。おいおい、あー今日一ですわこれ。たこ焼きさん、これでかいじゃないですか。いやいや、たこ吉ですからたこ焼きって、今日はこれ晩飯たこ焼きにしようかな。ほんならちょっと測ってみようか。あ、お願いします。どうして、じゃあ何グラム。610グラムです。まだまだやな。まだまだする。根がかった場合は根掛かった場所の反対側に行っていただいて、あまり強引にやってしまうと竿を傷めるので、角度を変えることによって、この外した時に重みが乗ったままならタコの場合があるんで、同じぐらいやね。こういいサイズ。最初どんなん来たんかな思ってね張り付いとるから大きいやつや思ったらこれでしたわいやいや楽しそうで、いやもうほんまタコ釣りは楽しいですよいしょ。今さっき当たりがあって話したんですけど、同じ場所に投げ直したら乗ってきました。こいつかどうか分かんないですけど、また同じとこ何投かしたいと思います。ベイトリールの方がスピニングより軽くて、こうしゃくった時に重心が下にあるか上にあるかで全然その日の疲れ具合が違うので、ベイトリールを使用しているのと、あと巻き上げ力が強いのと、ドラグ力もこいつは12キロあるので、それでベイトリールを使うようにしてます。ハイギアを使ってもらうよりノーマルギアかローギアを使ってもらう方が巻き取る力が強いので、ハイギアよりローギア、ノーマルギアを使ってもらう方がいいと思います。ちなみにこれは1回転61センチの6対1なんで、巻き取りスピードは遅いですけど、タコ釣りに関しては巻き上げ力の方が重要なんで、その辺を参考にしてもらったらいいと思います。今カンナにゴミついてるんですけど、こういうゴミも必ず取っていただいた方がいいです。もしタコがかかる時にこいつが邪魔になったり、タコがゴミついたのを嫌がるかもしれないので必ず取ってください。あ、来ました。こんなサイズは大きくないですけど、カラーチェンジしたらすぐに来ました。今フェリーが通った後に結構あのフェリーの引き潮を波が上げてくるので、潮の高い時は気をつけてください。当たりました。合わせはラインスラックを巻き取っていただいて、ゆっくりと持ち上げる感じで合わせていただいたら乗ります。でラインテンションを保ったままゴリ巻きしてください。ポンピングしたら外れる可能性があるんで、ちっちゃいけど釣れました。スナップの説明をしたいと思います。こっちから根掛かりが多い時、まあ、そこそこ多い時、全然ない時っていうふうに分かれてるんですけど、まあその理由としてはこのスナップの形状がストレートになっているのと、こう引っかかりがあるやつ、まあ2つ付けれるタイプがあるんですけども、ストレートの方が引っかかった際にスナップが伸びて、こういうふうに伸びて返ってくる時があるんですよ。なら重りのロストかエギのロストだけで進む場合があるので、根掛かりが多いところはこっちを使用しています。
で、根掛かりもあるけど、そこまで根掛かりが少ないって時はこの引っ掛かりがあるタイプで、まあ、シングルで使うので一つだけのタイプにしてるのと、この間釣り行った時の腕バトみたいな感じで根掛かりが全くしない場所であれば二つつけれるタイプのスナップを僕は使用してます。僕もそれ何やってますのそれ。ちょっとサビキで遊んでるんですよ。結構ええ方ですねこれ。バスね、はい、おー、他の方とタコ釣りをしてる面で違いっていうのはありますか？違いですか。違いは、はい、僕の場合は、まあ、これが仕掛けなんですけど、まあ、見てもらったら分かるように2回使ってるんですよ、はい、で、まあ、4.5 ぐらいの使って、はい、で、まあ、あとあの B 直結ですかね。まあ、他の方はみんな4号、5号、6号とか、はい、あとライン使いはるんですけど、僕の場合は 2.5 号で、はい、根掛かりした時もすぐ切れるように、まあ、その分やっぱり強度も弱いですけど、はい、まあ、これでも十分 2. 点何本3キロぐらいまでは上がるんで、はい、これがタコヤギなんですけど、針が3本しかない分ね、新子とかやったらこっから抜けてしまうんですよ、間から。そ、はい、やけどイカヤギ使うとこんだけカンナが予算張り付いてるんで乗りやすいっていうか、まあ、これで結構強化伸ばせるんで僕はこれ使ってます。はい、この結束をダブルラインにしてるっていうのは根掛かり、はい、簡単に結べるからです。父は結び言うて、ああ、はい、あとこのタコベイトをタイラップで止めてるっていうのも、はい、そうですそうです。もうこれはもう自分のセンスで、まあ、あと1個僕が気になるのはやっぱこのタコベイトの目、はい、タコってやっぱり睨まれてる感じがすると襲いかかってくると思うんですよ。威嚇攻撃っていう意味もあって、まあ、この目を大事にしてるんですけど、あとは根掛かりせえへんようにもうずっとこう入る前にずっと同じスピードでこう動かしてやるっていう、はい、重りをこう落ちる前にね、常に動かして、そうですそうです、止めちゃうとストンと入ったらもう抜けないんで、そうですね、だからもうずっと同じ一定のスピードでこう、はい、かわしてますね。タコやな、多分タコですね。乗りましたわ。ここでちょっと誘い入れて思いっきり一気に引き抜く。ほらーでかい、これはええサイズだね。ちょっとだけ800かな、600やってくれよ。あー400ぐらいやな。あーやっとずれたな。こっちがゆでたこなるわほんま。いや根掛かりっぽいです。多分根掛かりタコやった。来ました。おお、ええサイズ。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。たこ焼きさんもありがとうございました。いや、ありがとうございました。まあ、たこ焼きじゃないんですけどね。たこ生地なんですけど。ブー君も今日はありがとう。はい、ありがとうございます。楽しかったです。またどこかでお会いしたらお声掛けしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、終わりです。帰りましょう。帰りましょう。はい。全然面白くないですね。暑かったのに最後めっちゃ寒くなったっす。はい、オッケー。